これはジャーニーマンのオンラインヘルプです。インターフェースの各部分をカーソルで指して、詳しい説明を聞いてください。エネルギーレベルカウンターは、その時空域に滞在できる残り時間を表示します。このカウンターが0になると、ペガサスがプレイヤーを現在に戻すために必要なエネルギーがなくなってしまいます。このウィンドウは、プレイヤーの入る場所の年と日付を表示します。これは、エネルギーの残りが少なくなったとき、プレイヤーに警告するエネルギーレベル警告ライトです。これは、バイオチップディスプレイパネルです。このスライドアップスクリーンで、バイオチップの表示とコントロールを行ってください。全身、交代、右や左を向くときに、これらのボタンをクリックしてください。チップバンクはバイオチップが保管されているところです。バイオチップはマイクロコンピューターチップで様々な機能を果たすためのプログラムが書き込まれています。例えば、マップ用バイオチップは、プレイヤーが通った道をディスプレイパネルに表示します。バイオチップを起動させるには、チップバンクを開け、使用したいチップをクリックしてください。ゲームのセーブとロードは、インターフェース用バイオチップで行ってください。これはリコールボタンです。これをクリックすることによって、プレイヤーは現在に戻ることができます。これはアイテム管理のコントロールです。矢印ボタンで持っているアイテムをアイテムウィンドウにスクロールさせてください。アイテムを使用したいときには、アイテムのアイコンをアイテムウィンドウからメインウィンドウの使用したい場所までドラッグしてください。プレイヤー自身に使用したい場合は、そのアイテムをクリックするだけです。アイテムの情報が必要な場合は、そのアイテムをアイテムウィンドウにスクロールして、そのアイテムの名前の隣にあるインフォメーションボタンをクリックするか、名前そのものをダブルクリックしてください。バイオテックインターフェースがこのスクリーンを使ってプレイヤーにメッセージを表示します。メインウィンドウに見えるアイテムを手に入れたいときは、そのアイテムをアイテム管理ウィンドウまでドラッグしてください。The year is 2318. The location, the skyborne metropolis known as Caldoria. The Earth is finally at peace after a long, bloody battle against a few tyrants who sought total world domination.
Having learned the hard way the evils of imperialism, the borders began to come down one by one. Finally, in the year 2117, the unified world was realized. Now, all that we have accomplished is being threatened by the power of time travel. Realizing its potential for destruction, the very same Democrats who initiated the building of the time machine immediately discontinued the project once they saw a working prototype. Temporal travel now being a reality, they brought the time machine to a secret location and formed an agency to protect the flow of history. The project, codename Journeyman. またまた今日もカルドリアにナイスでピースフルな一日がやってきたね。さて放送を聞いてるみんなは今日が何の日か分かってるよね。え、知らない。今までどっかにタイムワープでもしてたんじゃないの。そう、あの日からちょうど10年、人類の全員が異星人代表団ハイローラン人の到着を待ってるわけだ。彼らの訪問の目的は僕ら地球人を惑星間同士の知的生物連合に招き入れるためなんだ。素晴らしいね。そこで僕らのメインラブちゃんがセーフビルの前に行ってる。メインちゃん、メインちゃん聞こえるかい？はい、ジャーニー、聞こえてるわ。サイローランと名乗るエイリアンが異星人同士の知識や文化の交流を主な目的とした連合に招き入れたいと提案し、本件を検討するための時間を与えると言い残してから10年。そして今日、ついに彼らがまたやってくるのです。数千の観衆がサイローラン代表団の姿を一目見ようとここ空中都市カルドリアに殺到し、セーフビル前はジョーニーものすごい人だかりよ。また宇宙船の船団が長距離レーダーに捉えられもうすぐ到着するなど、新しい噂が広がるたびに海中の興奮度がどんどん増してってるの。それじゃジョニー、スタジオに一旦マイクを戻すわね。サンキューメイン。メインラブちゃん、セーフビル前からのリポートでした。今朝の放送は平和なジェネレーションのチョイスドリンクスキッと爽快フューチャーコーラの提供で、DJ は僕、ジョニー・インゴー。お聴きのラジオ曲はメローなサウンドの WKIM2BIG です。
私は現在休暇中で旅行に行っています。帰ってくるのは、2週間と5日と6時間後です。それじゃあ。どうぞ。冗談冗談。これはただの録音。私はカルドニア時間6時に外出してタヒチのホワイトサンドまでジョギングしに行ったんで、もう少ししたら戻ると思うよ。僕は今外出しています。スージー、だったら政府ビルのところで待ってるね。今日のサイローランの到着を見るのに最高の場所を取ってあるから。3階です。4階です。屋上です。屋上です。サイローラン訪問中は警備上の都合により屋上はご利用できません。カルドリアハイツアパートメントへようこそ。ユニットをご見学の方はぜひとも屋上にある展望台までお越しください。セクター3にある政府ビルの向かいに位置するカルドリアハイツには数々の豪華な設備が整っております。
すべてのユニットには広いリビングスペースがあり、そこからの見晴らしは市内でも最高のものです。各部屋にはチタン製のバスユニットが完備されているだけでなく、リビングスペースには最新のHi-Rez 4D 環境システムがあります。マルコ・ジョピティ氏がレトロ不動産のためにデザインしたカルドリアハイツは、居心地の良い魅力的な環境をお客様方にお届けしています。グローバルトランスポーターカルドリアハイツアパートメントセクター3、使用可能な転送ルートを今探しています。転送ルートが見つかりました。トランスポーターの使用にはグローバルトランスポーターカードが必要です。グローバルトランスポーターをご利用いただきありがとうございます。トランスポーター内に異質生命体、トラッキングと除去作業を行います。異質生命体の除去完了。グローバルトランスポーターカードを挿入してください。目的地を選んでください。目的地のトランスポーターの準備をしています。乗員の生物構造を記録しています。分子分解の準備をしています。分子再結合完了。グローバルトランスポーターをご利用いただきましてありがとうございました。グローバルトランスポーターは現在使用されていません。エージェントナンバー5。4回目の遅刻が確認、記録されました。直ちにコマンドセンターに出頭してください。
行ってください。粒子加速式時空トランスポーターバージョン1ペガサスは、物理学者にして歴史学者でもあるエリオット・シンクレア博士の研究の成果です。この装置の本来の目的は、過去の探求と真相が不明な歴史的事件の調査でした。2311年、シンクレア博士の行った時間屈折の実験を見た政府は、彼に本格的なタイムマシン開発プロジェクトを依頼。プロジェクトは開始された4年後には、世界初のタイムマシン稼働実験が行われるに至ったのです。しかし、タイムマシンが過去の探求のためだけではなく、歴史を変えるために使われることを恐れた政府関係者たちのために、この稼働実験はマシンが研究目的に使われた最初で最後の機会となりました。プロジェクトは打ち切られ、シンクレア博士は、今後一切時間屈折の研究をすることを禁じられました。タイムトラベルによる過去の改変が現実のものとなった今、政府は歴史を破壊工作から守るためにテンポラルセキュリティアネックスを設立しました。テンポラルプロテクトレートのエージェントであるあなたは、このマシンの存在を知る数少ない人間の一人なのです。タイムトラベルの理論を理解するには、時間のトンネルを思い浮かべるのが一番簡単でしょう。誰かがタイムトラベルを始めると同時に、そのトンネルは現れ、そこが出発点となります。そしてタイムトラベラーが目的点に着くと、トンネルは消えるのです。タイムトラベル理論によると、もし過去に異変が起きた場合、時間に裂け目が生じることにより、一時的な連鎖反応が起きると言われています。時空干渉波と言われるそれは、数秒から数時間で現在に到達。到達以前に存在した人間の人生、歴史などを変化させ、それまでの過去は完全に消滅してしまうのです。しかし、時空干渉波が到達する前にタイムトラベルに入った人間は例外として、その波を飛び越え、その影響から逃れることができます。時空干渉波が発生した場合、テンポラルプロテクトレートのエージェントであるあなただけが時間を飛び越え過去に行き、それを食い止めることが可能となります。そして歴史の改変の原因を突き止め、そのようなことが再び起こらないようにそれを抹消するのがあなたの任務なのです。もし非常事態となり、過去を修正しなければならなくなった場合には、以下の行動に移ってください。すぐにレディールームへ向かい、バイオサポートスーツジェネレーターに入ります。バイオサポートスーツは、タイムトラベルを行うに際して、あなたを守るために必要不可欠なものです。次に、隣にあるキャビネットから、マッピング用バイオチップと、ペガサスバイオチップ、そしてジャーニーマンキーを取り出してください。ペガサスバイオチップはタイムマシンとあなたをつなぐチップであり、ボタン一つで現在への帰還を可能にします。以上の準備が整い次第、時空干渉波が現在に到達する前に、紀元前200万年へトラベルを行ってください。200万年前に到着後、ジャーニーマンキーを使い、保管金庫から歴史管理用のジャーニーマンディスクを手に入れるのです。このディスクは時間的異変が起こりうる可能性の低い過去に保管されているので、正常な状態の歴史の情報源として使用できます。歴史がどのように変化してしまったかを知るために、ジャーニーマンディスクを持って帰還し、それをコンピューターに挿入してください。ジャーニーマンディスクの情報と時空干渉波の到達によって変わってしまったコンピューターの情報とが照合され、それによって相違点をチェックすることが可能になるのです。いつ、どこで、どのように歴史が変化したのかを知ることにより、歴史の流れを正常な状態に戻すためのポイントとなる情報を得ることができます。任務を遂行するにあたって、
歴史の状態をさらに悪化させないため、過去を変化させずに問題を解決する必要があります。エージェントは絶対に以下のルールを守らなければなりません。過去の出来事に干渉しないこと、違う時空域から持ってきたアイテムを残さないこと。歴史的に重要なアイテムは持ち去らないこと。そして、最も重要なことは、絶対に別の時空域の人間に会わないことです。警告、警告、異常事態発生、時空侵確認、警戒態勢アルファ、時空干渉波接近中、エージェントナンバー5、レディールームへ急行せよ。繰り返す、時空干渉波接近中、エージェントナンバー5、レディールームへ急行せよ。
late arrival. I will assassinate thee, Cyril, you delicate mouse. Yeah.
挿入してください。2112年5月15日、ゴルバスタン政府は国連によって提案された世界平和協定に調印する姿勢を見せていますが、協定の条件に反対する一部のテロリストグループは多数のアメリカ人を含む人質を取り、調印反対の意思を表明しています。しかしながらゴルバスタンとその他すべての国々は近日中にも世界平和協定に調印するものとみられています。2112年5月15日1400時、世界平和協定の最終調整が各国によって行われている中、核弾頭ミサイルが米国からゴルバスタン本土に向けて発射された。ミサイルは自爆装置により飛行中に爆破。この事件の直前までゴルバスタン代表団は平和協定を受け入れる姿勢を見せていたが、一部のテロリストグループはアメリカ人数人を含む人質を取り、平和協定反対の意思を表明した。米国政府はミサイル発射の原因は不明だと何度も繰り返したが、すでに各国政府はこのようなやり方で取引をしようとする政府と平和協定を結ぶことはできないと述べ、これにより調印寸前まで来ていた世界平和協定の成功の望みはほぼ完全に消えたと言えるだろう。西暦2185年8月3日、今日未明森本火星コロニーに向かっていた輸送シャトルがコロニーの上空を飛んでいた未確認のスペースクラフトを目撃しました。この予期せぬ訪問者はシャトルの着陸用スキャナーによって確認され、即時に地球へ報告されました。2185年8月3日8800時、昨晩所属不明のスペースクラフトが目撃されて間もなく、森本コーポレーションの火星コロニーとの交信が途絶。現在のところ詳細は不明だが、地球の長距離スキャナーが建物の残骸を確認していることからも、コロニーが凶悪なエイリアンによって破壊されたのではないかという意見が多数を占めている。コロニーとの交信は繰り返し試みられたが応答はなし。もしコロニーが破壊された場合、現地でロボットの生産に携わっていた30名の命も失われたものと思われる。西暦2308年11月6日、UFO を最初に目撃してから1世紀が過ぎた今、ついにエイリアンが我々にコンタクトを取ってきたのです。本日早朝、巨大な三角形の宇宙船が地球の軌道へ侵入し、3時間後には大気圏に突入し、カルドリアの上空まで来て停止。
その直後にすべての通信用の周波を通して次のメッセージが送られてきました。地球の皆さん、何も恐れる必要はありません。我々はサイローラン、あなた方人類が人類そのものと他の生物にとって危険な存在ではなくなり、我々との交友の用意ができたと判断しました。そして我々はあなた方を平和的生物の共存と呼ばれる知的生物同士の知識、文化交流を通し共に利益を得ることを目的とする連合に招き入れるためにやってきました。あなた方が我々との遭遇の本当の意味を把握し、提案を検討するための時間を与えます。あなた方の合成10光点周期後の今日、サイローラン代表団が再び訪問し、人類の代表に直接お会いして公式の招待状を渡します。その時再び会えることを期待しています。こうメッセージを残してサイローランは地球を去りました。2308、11月6日、2300時。最初の公式な UFO 目撃から123年経った今日、エイリアンの宇宙船が地球の軌道に侵入。緊張が高まる中、数時間の沈黙の後、すべての通信用周波を通し、次のようなメッセージを残し地球を去った。人類の用意ができたら、我々は再び地球を訪れる。このメッセージの意味は不明だが、多くの関係者は、凶暴だと思われるエイリアンとのコンタクトは非常に危険だとコメントしている。西暦2310年1月17日、ワールドサイエンスセンターにおいて、人類はエイリアンを受け入れる準備があるかというコンファレンスが開かれ、中でもエンリケ・カスティーロ博士の演説は参加者に感銘を与えました。博士は一つ一つの反論に対する答えを挙げて、反対者たちを黙らせるだけではなく、エイリアンとの交流から得られるであろう医学的・技術的進歩を予想し、参加者を沸かせました。このコンファレンスでは賛否両論の意見が交わされましたが、参加者の多くは交流賛成へと傾いたようです。2310、1月17日、1700時。エイリアンとの交友賛否論争が行われていた会場での奇妙な事故により、一人の男性が死亡。男性はエンリケ・カスティーロ博士。ワールドサイエンスセンターのステージで起きた突発的な事故の直後、シドニーのメディカルコンプレックスに運ばれたが死亡した。博士は、エイリアンとの交友は人類に利益をもたらすものだと信じていた数少ない一人だった。カスティーロ博士の見解は一般には支持されなかったが、彼の死はこういう賛成派にとっては大きな損失となるだろう。Thank you.
I will assassinate thee, Cyril's delicate voice. このドアは非常事態の際に開けることができます。シャトルはロックされています。発射は許可されません。このドックにはシャトルはありません。一般的に火星として知られるクリセプラニティアへようこそ。非地球的な富の幻想で、火星はローレライの伝説のように人々をその荒涼な土地へ引き寄せるのです。主に二酸化炭素からなる火星の大気は地球の大気の千分の一の濃度しかありません。しかし大気エネルギーシールドのおかげで、我々は壮大なオリンパスモンズ、コプレートとコプレートマイナーと呼ばれる巨大な渓谷、そして無数の火星の自然の脅威を森本コーポレーションの火星コロニーにいながらにして楽しむことができるのです。大気シールド発生装置は火星の地下深く、このコロニーの下にある過去の鉱夫たちが去った時に残していった洞窟の中にあります。森本火星コロニーはコプレートマイナーと呼ばれる渓谷の一端の2平方マイルの土地に立っています。この渓谷にはシャトルのドック、発射台、そしてシャトルを宇宙に発射するための加速用トンネルがあります。近くから見ると渓谷に伸びる140フィートの発射台と、パイロットがシャトルに出入りするためのコックピットモジュールが見えます。あなたの現在地はシャトルポートの入り口ロビーです。マップの上部と下部の赤いエリアはまだ改築されていない旧最高コロニーの跡です。このエリアには許可なしでは入れません。マップの中ほど左側にある道はコロニーのメインエントランスです。トランスポーターは使用可能です。
用トランスポーターは使用できません。順番に並べ、電子中枢回路を完成させてください。レベル1です。カラーを選んでください。1番目の色、緑。2番目の色、赤。3番目の色、黄色。一つも正しい色がありません。1番目の色、黄色。2番目の色、緑。3番目の色、赤。3つ正しい色が揃いました。レベル1をクリアしました。次はレベル2です。カラーを選んでください。1番目の色、青。2番目の色、赤。3番目の色、緑。一つも正しい色がありません。1番目の色、黄色。2番目の色、緑。3番目の色、青。一つも正しい色がありません。1番目の色、赤。2番目の色、青。3番目の色、黄色。2つ正しい色があります。1番目の色、赤。2番目の色、青。緑。2番目の色、黄色。3番目の色、赤。一つ正しい色があります。1番目の色、青。1番目の色、緑。2番目の色、青。
3番目の色、黄色。3つ正しい色が揃いました。レベル2をクリアしました。次はレベル3です。カラーを選んでください。1番目の色、紫。2番目の色、緑。3番目の色、赤。一つも正しい色がありません。1番目の色、青。2番目の色、黄色。3番目の色、緑。一つも正しい色がありません。1番目の色、黄色。2番目の色、青。3番目の色、紫。2つ正しい色があります。1番目の色、黄色。1番目の色、赤。2番目の色、青。3番目の色、紫。一つ正しい色があります。1番目の色、黄色。2番目の色、青。1番目の色、黄色。2番目の色、赤。3番目の色、紫。3つ正しい色が揃いました。レベル3をクリアしました。起爆装置は取り除かれました。爆破装置を安全に取り外すことができます。が作動していません。Thank you.
命維持装置が作動していません。西側発射台から発射されました。非常事態、シャトルロック解除。シャトル2号機が無許可で発進した。了解。こちらでも2号機の発進を確認。2号機の現在位置はどこ？2号機は現在加速用トンネルに向かっている。ちょっと待って、シャトル3号機も無許可で作動しているわ。現在位置は？3号機はまだ西側発射台、格納庫の中よ。了解。直ちに保安部隊を派遣する。3号機の発進準備を手動で止めて。できないわ。西側地域全てのセキュリティシステムが作動していないの。安全ベルトを着用してください。落下式離陸の準備をしてください。エネルギー
目的地を選んでください。
fleet arrival. I will assassinate the Syrian delegate した場合には絶大な効果を発揮します。このため様々な鎮静剤のベースとして使われています。3つのソラジンを基本とする分子がプログラムされました。この分子は安定です。基礎分子ナンバーワン、ナンバーツー、基礎分子ナンバースリー、ソラジンを基本とする分子がデザインされました。基礎分子の構築を行っています。補足分子を結合しています。合成完了。合成された物質は分子シンセサイザーの中に現れます。お前の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 物理的接触に反応する知的合金プロジェクトの最中に面白い考えが浮かんだ。例えばマンガンはある一定の条件下でバリウム、コバルトと決まった結びつき方をするように、すべての物質の反応はその物質の原子的性質と密接に関係している。これらの万有の法則は
すべての生命体をコントロールする DNA にとてもよく似ているのだ。もし、もしも、この比較が正しいものならば、どんな無機物でも分子レベルのインストラクションコードを使ってプログラムし、様々な反応をさせることができるのではないだろうか。そうなれば、命令一つで、ランプが椅子に変わり、テーブルになり、アートオブジェに形を変えるのだ。この可能性は無限だ。この分野でのリサーチの企画は、審議会を通ること間違いなしだろう。今月の研究結果は、モーフィングの新発見でいっぱいだ。今までできなかった物質のモーフィングにも成功し、同時にいくつか特定の物質は変形させることができないことも発見した。特にアルゴンやクリプトンのような不活性の気体は原子の性質上変形させることができないのだ。さらに悪いことに、これらの物質はその周りの分子の結合に影響を及ぼし、モーフィングを停止させてしまう。だが変形の状態の維持をうまく行えば、有機生命体をもモーフィングさせることも可能だということが分かった。この記録は私の研究生活の中で最も重要だ。今日私は初めて時空歪曲理論の実験に成功した。一定の空間に加速されたニュートリノのマトリックスを作り、その中の時間をほんの一瞬歪曲した。その空間に入った物質は、ちょうど水の中で光が屈折するように数分の1秒時間を遡ったのだ。たったこれだけのことだが、これは物理学者が一生涯をかけてでも達成したいと思う以上の成果だ。もちろんこの理論が実際に応用できるまでにはどれぐらい時間がかかるかはわからない。しかしどんなに素晴らしい発見も最初の一歩こそが重要であり、今日の成功はその第一歩なのだ。挟んでエンリケ・カスティーヨ博士の見解をお聞きしたいと思います。Like a lot of things.
センサーが破損されました。次回装置作動開始。
アルファコントロール、ルーム1、アクセス ID 不適切、核兵器発射砲の拒否、警告警告。アルファコントロール、ルーム2の自動発射停止用のターミナルが現在無人です。アルファコントロール、ルーム1、アクセス ID 不適切、核兵器発射。空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。潜水艦ドクト、この部屋には気圧差があります。気圧を調整後にドアを開けてください。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。警告警告、増員に次ぐ。ノーラット警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。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 警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよび警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システム警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから汚染が検出。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 警告警告、アルファモーマスの ID スキャンを行いますので10秒間静止していてください。汚染が検出。警告警告、増員に次ぐ。ノーラットの空調システムおよびエアダクトから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 汚染が検出。警告警告、ミサイル発射行動を見つけた。もうお前に止めることはできない。核兵器の発射が許可されました。第一攻撃目標は、ホノルル。核兵器の発射が許可されました。発射カードが選択されました。ハワイ、ホノルル。発射まであと2分。ミサイルの発射を止めるには、カーソルを選択されたサイロの上に置き、オーバーライドボタンに触ってください。
イロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。アイルランド、ダブリン。発射まであと1分50秒。機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。エチオピア・アディスアベバ。発射まであと1分40秒。お前に勝ち目はないのだ。機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。テキサス・サン・アントニオ。発射まであと1分30秒。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。タイ・バンコック。発射まであと1分20秒。絶対に成功しない。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。ドイツ・ボン。発射まであと1分10秒。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。韓国・ソウル。発射まであと1分。諦めるのだ。さらなるは、お前を圧殺する。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。アイスランド、レイキャビック。発射まであと50秒。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。シベリア・スボータルスク。発射まであと40秒。もう時間がないぞ。サイロの機能が停止されました。新しい発射サイロが選択されました。スペイン・マドリッド。発射まであと30秒。使用可能なサイロは残っていません。ミサイル発射の手動停止機能がオンになりました。すべてのサイロの機能が停止されました。人間など役に立たん。警告、増員に次ぐ、ノーラとの空調システム。警告、増員に次ぐ、ノーラとの空調システム及びエアダクトから汚染が検出。警告、増員に次ぐ、ノーラとの空調システム及びエアダクトから汚染が検出。警告、増員に次ぐ、ノーラとの空調システム及びエアダクトから汚染が検出。
私はお前を2185年の日本の火星コロニーへ送り込むことにする。そこでお前は2つの任務を果たさねばならない。まずこの時限爆破装置を大気シールド発生装置にセットするのだ。シールドがなくなればコロニーの住民は全滅するだろう。そして爆破装置が作動する前に武装したシャトルを乗っ取り、森本火星コロニーに飛来したエイリアンの宇宙船を爆破しろ。そうすれば地球ではエイリアンがコロニーを破壊したと思い、エイリアンどもは凶暴な地球人に宇宙船を破壊されたと思うだろう。これこそまさに一石二鳥だ。地球の愚か者どもの目を覚まさせ、本当の敵が誰か分からせるには最高の計画だ。マーキュリー、お前を過去に送り込む。私の敵エンリケ・カステイロを抹殺するために。私がエイリアンどもとの接触を恐れることを奴は馬鹿げているという。愚か者どもを説得していい気になっていやがる。私は絶対にそんな危ないものをこの世界に招き入れる気はない。奴の居場所が確実に分かるのは8年前のコンファレンス会場だけだ。そこで2310年のワールドサイエンスセンターへ行き、事故に見せかけてカスティーロを殺せ。どんな手段を使ってでも抹殺せよ。どんな手段を使ってでもな。ポセイドン、私はお前を2012年のノーラッド6の深海基地に送り込む。そこでお前はゴルバスタンに向けて大陸間弾道ミサイルを発射し、命中寸前にそれを爆破する。そして世界平和協定の成功を阻止するんだ。そうすれば世界統合を一時的に遅らせることができる。私にできることはそれが核戦争を引き起こさないことを祈るだけだ。本当は、本当なら私はこんな手段は取りたくなかった。しかしこうなるまで私にはどうすることもできなかったのだ。もしバカな
政治家のやつらペガサスを最初の目的通りに使用していれば、侵略者がいつも疑うことを知らないものを狙うということに気がついたはずなのに、インディア、アフリカ人、ユダヤ人、そしてスウェーデン人たちはみんな侵略者が押し寄せてくるまでその危険に気づかず、見かけの平和に酔いしれていた。エイリアン、我が友よ。彼らは平和目的のためにやってきたと言っている。そんなことは歴史上数多くの犯罪者たちが使ってきた汚らしく見えすぎた手口に過ぎん。私に残された手段を使って人類の次の被害者になることを全力で食い止めるぞ。全力でだ。だからこそ人類がエイリアンどもを受け入れるような愚かなことをしないように、新しい未来を作り出すためにお前たちを過去に送り込むのだ。もしお前たちが任務に失敗した時には、あの醜い化け物どもに人類が見た目ほど愚かで従順ではないこと、私自身が身をもって証明した。カルドリアの第三セクターにある政府ビルを見下ろすのに最高の場所から、私の持つ最高の武器でサイローラン代表団どもを暗殺してくれる。そしてもし私が失敗した時には、リモコンの爆発装置に代表団もろとも空中都市カルドリアを爆破してやる。目的地を選んでください。目的地のトランスポーターの準備をしています。乗員の生物構造を記録しています。分子分解の準備をしています。
子再結合完了。グローバルトランスポーターをご利用いただきましてありがとうございました。屋上です。大砲弾訪問中は警備上の都合により屋上はご利用できません。かかっていろ。私を止めるな。もう終わるのだ。かかっていろ。
Hi-Rez Audio Volume 1 is a collection of 63 license-free audio tracks written and produced by professional musicians specifically with the needs of the multimedia producer in mind. Using Hi-Rez Audio will breathe life into your projects with exciting music and sound. With the unique and intuitive design of the Hi-Rez Audio interface, browsing through 40 minutes of audio is as simple as click and listen. Both Redbook audio and digital audio file formats are included. Toggle on the fly between 22 and 11 kHz playback on digital file formats for real-time comparisons. The copy function allows you to save any sound directly to a folder on your hard drive. Hi-Rez Audio comes with musical phrase change markers, so creating seamless looping soundtracks is as easy as cut and paste. None of the music brought to you by Hi-Rez is repackaged audio from other decades. It is completely license-free, totally original music designed specifically for the multimedia industry. No needle drop charges, no hidden clauses, just easy to use, exciting quality audio for your multimedia needs. In comparing Hi-Rez Audio to other audio discs, we've heard there's no comparison. Poor audio is poor imaging. If your image sounds important to you, Hi-Rez Audio invites you to listen.